はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のカズモお兄さんのファミリーコンサートでの怪我についてですね。実はカズモお兄さんの初めてのファミリーコンサート、マクトお兄さんがゲスト登場した回ですね。その時に午前の部と言っていいんでしょうか、1回目の時にカズモお兄さんは怪我をしてしまって、次の回からは出れなくなっているんですね。ただ皆さんがテレビで見る分には1回目を放送しているので、その怪我という部分は全然わからないんですよね。ただ実際に行った人は、午後の部に行った人、そういう人はカズモお兄さんを見ることができなかったんですね。そしてその怪我なんですが、今回の2回目のファミリーコンサートでちょっと靴が右足違うんですよね。ということで右足を怪我をしたんじゃないかっていうのが私の予想なんですよね。なかなか長引いていたのかもしれませんね。今現在放送では普通にされているので感知していると思うんですが、ファミリーコンサート2回目でもそういうふうに固定したりしていたのかもしれないですね。はい、今日はお母さんと一緒のカズモお兄さんの怪我についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。